どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなマシに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、大阪府鶴橋にあります辛口炙り肉そば昼ドラ鶴橋店さんに来ております。こちらですね、辛くてしびれるピリッと辛いそばが食べれるということで今回やっていくんですけども、こちらですね、なんと、激辛メニューがあるということで今回やってまいりました。そちらのメニューがですね、今回もね、辛さレベルが選べるということで、一応ね、メニュー表ではね、1から 10まで、メニュー表にあるんですけども、もうその後なんか裏メニュー的な感じで、一応ね、その10を完食した方だけに開かれるその先があるんですけども、なんかお店の最高記録が20辛ということで、今回ね、25辛に挑戦していきたいかなと思います。はい、でもね、使っている唐辛子がですね、過去にギネスに登録されたあのキャラノラリーパー、そしてハバネロのダブルパンチということで、とんでもない辛さかなと思います。もう今日はね、病院送り覚悟で私大阪に来ました。それでは行った人の感想を見ていきましょう。今昼ドラ店のラーメン食べて寝込んでる、激辛やったんや、胃が痛いというレビューが上がっておりますけども、本当にこれマジで危険なので一応もう10以降は10食べれないで10以降挑戦できないんですけど、今日はねちょっと特別にやらさせていただくことになりました。うん、マジで真剣勝負。よし、じゃあ行こう。今日は病院送りになるぞ、レッツゴー。来たー来たー、こちら辛口炙り肉そば醤油25辛です。いただきます。さあ、辛口炙り肉そば醤油25からお手並み拝見ですよということで、この真上にかかっているこの唐辛子は普通の一味です。はい、で、もう中にね、スープの中にもハバネロミックスとキャナリーパのミックスが、入ってますということで、まずスープからいきます。いただきます。はいはいはい、これはキャロライナリーパーが強烈だね。豚バラがうまいのこれ。厚切りですけど、うまお肉がめっちゃジューシー、がっつり飯って感じですね。
具材は食べ終わったんで、残りこのねキャロナリーパーとハバネのたっぷりのスープを飲みまして、この激辛バトルに蹴りをつけたいと思います。これねスープはしんどそうだな。普通に肉はねジューシーでめっちゃ美味しいですね。分厚くて、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルを発表していきましょう。辛口炙り肉そば昼ドラ鶴橋店さんの、辛口炙り肉そば醤油25から辛さレベル、じゃらぶる、じゃらん、辛さレベル 8.5 です。はい、 8.5 です。はい、いやもうね超激辛唐辛子ハバネロとキャロライナリーパー、このダブルパンチということでね、いや非常にねスープはね結構きつかったですけどもね、この顔中がちょっと痛くなってますけども、お肉がね非常にこうジューシーで、辛い中にも、非常に美味しく食べたのではないでしょうか。これ食べながらちょっと気づいたんですけど、これ山椒もちょこっと入ってます。はい、だからねちょっと若干こう山椒のこうしびれというものを、程よく感じますけれども、もうねキャロライナリーパーの唐辛子の目の前にしてはね、まあ、それも可愛いもんですよと。まあこれでね明太子昼ドラの鶴橋店の、新記録を打ち立てたということで、まだまだね大阪激辛遠征ということで、また次の激辛に精進してまいりたいかなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。おおきに。